ゲンナジー・ストレカロフは、ロシアの宇宙飛行士で、SP ・コロリョフ・ロケット・スペース・コーポレーション・エネルギアの部門長である。1980年12月10日と1984年4月11日の二度ソ連邦英雄を受賞し、また三度のレーニン勲章を受している。1984年にはインドで、アショカ・チャクラ賞を受賞した。 ストレカロフは1940年10月26日にモスクワ近郊のムイティ市で生まれた。1965年に N.E. ボーマンモスクワ高等技術学校で工学の学位を取った。2004年12月25日にガンのためモスクワで死去した。64歳だった。ストレカロフは N.E. ボーマンモスクワ高等技術学校卒業後 SP。 コロリオフロケットスペースコーポレーションエネルギアで勤め宇宙技術の実験研究に携わった彼は独自にエンタープライズのシリーズに関連する機器を開発したまた実験グループの一員として彼はロシア科学アカデミーの科学実験衛星の運用にも携わった1974年1月彼は ソユーズのフライトエンジニアとしての訓練を始め、1976年にソユーズ22号のミッションのバックアップとなった。1978年10月から彼はサリュート宇宙ステーションへの長期滞在の訓練を始めた。1980年12月10日から11月27日まで彼はソユーズ T-3 で 初めての宇宙飛行を行った。飛行中には、ソユーズ T-3 と、サリュート6号とのドッキングが行われた。1981年6月から1983年4月まで、サリュート7号への初の長期滞在に向けての訓練を受けた。1983年4月20日から22日に、彼は、ソユーズ T-8 に登場した。 1983年6月、ソユーズ T-10 から1の炎上事故に巻き込まれる。ブースターロケットが爆発する。わずか2秒前にではあるが、脱出システムが無事作動し、機長のウラジーミルチトフと共に生還する。1984年4月3日から11日まで、彼はソビエト連邦とインドの合同のサリュート7号への3度目の 滞在ミッションに参加した。1990年8月1日から12月10日まで、彼は4度目の宇宙飛行で、ソユーズ TM-10 で、ミールを訪れた。帰還時には、タクシークルーの秋山豊宏が一緒であった。1994年10月3日から11月4日まで、彼は、ソユーズ TM-21、ミールへを -18、 STS-71 のミッションにフライトエンジニアとして参加した。ありがとうございます。